皆さんこんにちは、チョピコ北の暮らしチャンネルのチョピコです。はい、タカさんでございます。はい、今向かっているのは袋田の滝、茨城県久慈郡大子町。大子町か、そうだ、大子町。あと10キロぐらいで着く多いんだよね、うん、もうね、夕方6時を過ぎてますが、はい、多分今日行くのは無理かな。そうだね、結構頑張って走ったんですが今日はちょっと無理です。間に合わずっていう感じですかね。はい、だからちょっとね、道の駅の、温泉に入って、うん、ちょっと休ませてもらって、うん、できれば早朝にちょっと行ってみたいね。はい、はい、そうですね。久慈川綺麗ね、木がもこもこもこ、ちょっと北海道のこう感じと全然違うね。うん、まもなく山里大橋右方向です。その先10m、目的地周辺です。目的地に近づきました。案内を終了します。大型車と、あー、ここまでの所要時間39分です。うん、確かに。運転お疲れ様でした。道の駅の大子の道路反対側のね、河川敷の方に来てるんだけど、うん、いいとこだね。ね、いいとこ、うん、これからお昼ご飯を食べに、はい、行きましょう。郷土料理を食べたいなということで、はい、そうです。おすすめしてくれたんだよね、シャモ料理を。シャモ料理、うん、食べようかなと思ってる。初めてだ。湯葉の、これね、バラのね、花で食用でね、食べられるんだって。じゃこのままわさびなしでいってみる。うん、美味しい。うん、ほーってほどけてるね。ほう、うん、大豆の味もしっかり。うん、そうだよね、大豆だよね。うん、スルッとしてる。いただき。あ、本当だ、うん、うまい、うん、シャモのスープです、このまま、うん、このまま飲む、うん、で、開けてみていいですか、うん、おー、美味しそう。卵がボンと乗っかってる、乗っかってるね。いろんな部位入ってるね、うん、ね、あ、本当にレアだね。しっかりしてるよ、お肉がなんか今持ち上げた感じ、うん。うん、柔らかい。柔らかいね、うん、噛み応えっていうより柔らかいね。噛み応えも少しあるけど、うんうん、食べやすい、柔らかくて美味しい。なんかね、すごいいい匂いしてるよ、うん、甘い感じのいい匂いしてる、うん、なんだろうね、うん、こんにゃく、なんかこんにゃくもね、有名らしい。あ、そっか、うん、あ、そうだね。こんにゃく、うん、柔らかくて、うん、じゃあ、じゃあ俺最初から崩してみようか、うん、まあ柔らかい。おお、うん、結構香ばしい感じがする。うん、なんかちょっとごまのような、うん、うん、いろんな部位入ってる。 あ、これレバーだ。おー、鶏レバー。うわ、いいね。うん、さっき砂肝っぽかったんで。砂肝好き。うん、どんぶりで砂肝も好き。いいね、初めてだね。うん、こんにゃくでしょ。
あ、上品だね、うん、生姜効いてる。ああ、優しい優しい。あ、海苔があって、うん、完食しました、うん、ごちそうさまでした。ちょっと曇ってるんだけどね。そう、うん、なんかあったかい、ちょうほどよくあったかいし、うん、こいのぼり多いよね。こいのぼりまだ5月だからかな。そうだね、泳いでるね。泳いでる。こいのぼりの色がなんか赤っぽい、うん、綺麗。うん、奥久慈、奥久慈自然休養林。はい、さあ行きますか。はい、行きましょう。これは300円で、そうそう、このトンネルを通って滝を見に行くようです、うん、はい、左側通行。めっちゃ涼しいよ。外めちゃめちゃ暑かったから、ね、うん、これは恋人の聖地って書いてある。恋人の聖地。実は有名なんで。ライダーの。ああ、有名な人なんだ。ね、うん、デザイナー、このモニュメント作ったのね。ハート型になってるのか。どんどん先に進んでいく。すごい水回りが聞こえてる。今度エレベーターに登って、はい、多分ね上から見れるんだと思う。わあ、恋愛のパワースポット。袋の滝。充電の充電していく、うん。結構上がるね。半分ぐらいでございます。こっから階段に登るそうです。おお、素晴らしい。こっちは真正面だね。そうだね。Okay.
っから滝つぼ見れるよ。おおすごいすごい。近い近い近い。カエルが飛んでった。カエルか。揺れるね。すごい揺れる。揺れるね。おお。揺れるね。なんか怖い吊り橋ではないね。そうだね、うん、安定してるすごく、うん、はい、とうとうやばいとこに来ました、はい、吊り橋吊り橋です。いやー、ここですよ。ここ、ここです。じゃあ行ってみようかね。はい、せっかくだし320円。はい、すみませんけど料金払って渡ったところです、うん、そう、今料金払って渡った。すごい、おー、すごい絶景だね、うん、これは本当だ。森の鐘って書いてる、うん、あ、森の鐘1回100円だって。記念カードも出てくるって。記念カードも出てくる、うん、現在地、うん、すごい歩く場所あるんだね。あ、ぐるっと歩いてこれる、うん、中の一つなんだね、この吊り橋が ね。ハイキングするためのっていうかね。うん、ああ、もうちょっと早く来たら鯉のぼりやってたんだ。ああ、それはすごい圧巻、うん、危ないね。うん、危ない。やっぱ橋を改めてこう眺めてみると、危ないね。いや、本当にやっぱり下が何もないから。ね、ダムが見える。本当に釣ってあるだけだね。うん、ワイヤー2本で釣ってんだよ。うわは。今日は結構散歩しましたね。そうだね、歩いたね。しかもあんな危ないところを。そうだね、うん、ちょっと戻って、うん、なんか食べるものあるかちょっと見てみようか。うん、ブリ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 。普通に歩いてみようかなって。怖い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 怖かった。やっぱり怖かった。頑張れチョピコ。はい、帰ってきました。これ最初に撫でなきゃいけなかったんだよ。でも無事帰ってこれ、虫が、そうだね、無事に帰ってこれました、ね。はい、撫でてあげてください。じゃあ大きくなれよ、大きくなれよ。
はい、続いて左方向です。ふるさとセンターたっちゃんの湯、たっちゃんの湯行ってきました。はい、空いてたし気持ちよかったよね。うん、そう、こちらですね、ふるさとセンターたっちゃんの湯。たっちゃんの湯、ありがとうございました。ありがとうございました。今日夫婦の日ということでね、5月22日が夫婦の日で、一人が無料になるっていうね、そうそうそう、すごい太っ腹なキャンペーンをやってまして、今日その日だったので、たまたまね、そうだね、そう、一人分の520円だね、520円だったな、うん、520円で入りました。本当にたっちゃんの湯さん、ありがとうございました。はい、じゃあこれから、道の駅に向かいたいと思います。いや、これ風呂上がったらさ、うん、雨降っててびっくりしたね。そう、急に、うん、結構いい風になんだよね、うん、さっきまですごいあった、うん、もう天気が良かったのに、ちょっと蒸してる、蒸してるね、うん、暑いね、暑い、行った行った行った。まもなく右方向です。その先 20m で直接周辺です。タワープラザ、うん、日立大宮、空いてる。お、空いてるね。この信号を右です。はい、どうしようかな。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は2時間3分。ベリーソフト、やっぱり海っていいね。海見るとちょっと安心する。でかいね、でかい。Thank you.